山陰街道は日本の街道である。京から丹波を経て、山陰地方を通り、巣王国のお合理で、西国街道に合流する。山陰道、山陰路、丹波街道、丹州街道、丹波路、丹州路とも呼ばれた。しかし、明治時代に京都府令により、山陰街道の名称に統一された。しかし、古代、 中世における山陰道と近世の山陰街道はルートが異なっている。ルーツは古代の幹線道路である山陰道であるが幹線道路が街道と呼ばれるようになった近世においては古代の山陰道とは異なり京都から福知山城へ向かうルートが取られた。現在の国道9号線は近世の山陰街道にほぼ沿っている。 京の七口の一つとされる丹波口を起点として、柏原を経由しろうの坂を越えて丹波国に入り、亀岡、園部、三和を経て、福知山に達し、八野を経て、田島国へと繋がっている。1876年に丹波国天田軍と丹後国が豊岡県から編入され、ほぼ現在の形になった京都府内を従官する道路整備が課題となる中、 1881年に、深井は、京都、宮津間の住館車道の改作を議決した。この事業は、全国で初めて獲得した、国庫補助金や沿道住民の金銭面、労力面の支援のもと、1889年に完成し、それまで2泊3日を要した京都、宮津間を15時間で結ぶことができるようになった。この京都、 宮津間道路の築造に尽力したのは、第三代京都府知事である、北垣国土と、甲武大学校を卒業した田辺北郎であり、彼らはこの道路の築造の後、琵琶湖疎水を完成に導いた。歌詞、原宿亀山宿、その辺宿、土宿、日山宿、うな宿、福知山宿、和田山宿、八日宿、村岡宿、鳥取宿、母木宿、青谷宿,宿、白谷、京津宿、 長瀬宿、揺ら宿、八津橋宿、赤崎宿、下市宿、三栗屋宿、淀度江宿,屋宿、与那子宿、安木宿、出雲大宿、松江宿、新寺宿、今市宿、湯野津宿、郷田宿、浜田宿、三住宿、増田宿、津和野宿、山口宿、小郡宿、三陰道を参照。ありがとうございます。